こんにちは、メタムです。今日はですね、ちょっと仕事が早く終わったので、ちょっとブラッとドライブログ撮ろうと思います。でですね、前々回のループ橋くるくるした橋の動画を撮った時にですね、GoPro 実況チャンネルさんがその動画を見持って突っ込んでくれたりとかいろいろコメントをくださった、その動画を撮ってアップしていただいて、でその中で、前の千本松大橋の近くにももう一つ大きいループ橋があるよっていうことはおっしゃってらしたんで、ちょっと僕それ行ったことないんで今からちょっと向かってみようと思います。それとですね、そのループ橋の近くに波早大橋っていうすごい勾配、急勾配の橋がありますんで、せっかくなのでそれも渡ってみようと思います。波早大橋の方はですね、何回か渡ったことはあるんですけれども、で前回もうどうしようかなとは思ったんですけど、方向がですね、どうか僕正確にはわからないんですけども、大正から登るよりも港区側、今から行く方から登る方がちょっと勾配急ちゃうんかなっていうイメージがあるんで、で前回はちょっと渡らなかったんですけども、そういうわけで今日はその、波早大橋とループ橋と2つ渡ろうと思います。ちょっと今日外部マイク忘れたんで、音ちょっと悪いかもしれないんですけども、ご了承ください。やっぱ混んどんね、この辺は。なんか混んでますわ。そのベタ踏み坂というか橋なんですけども、何年か前にダイハツの CM やったと思うんですけれども、ベタ踏み坂、ちょっと話題になりましたよね。あれ鳥取とか島根とかの間にある橋あったと思うんですけれども、で今から行くその波早大橋は勾配で言うたらCM のあの坂よりもきついということなんで、ちょっとこのダイハツハイゼットで登るのかどうかちょっと不安ではありますけども、ちょっと試してみますね。途中で止まったらシャレならんけど、大丈夫っしょ、いくらなんでも。この辺も久しぶりなんですけどね、これ弁天町からずっと行って、なんかプールやらなんやらあって、この辺これよね、あんまり来ないんでちょっと道もわからないんですけどね。これずっと行ったらいけるのかな。弁天町って言うたら、昔は何だっけな、交通科学館、なんか電車飾ったりあれこれしてるなんか施設に、よう社会見学とかで来たような気がするんですけど、今弁天町って言ったら天保山は、天保山近く、天保山近くやな、天保山も来てないな。そうやな、この道ずっと行ったら海遊館あってっていう感じか。海遊館とかもうちょっと息子くんが物分かるようになったらいいんですけどね、今連れて行ってもよう分かってないんで、もうちょっとしてからですね。この辺自動二輪1日1回500円、
ここは一応駅前になるから1日500円かバイクで。高いな500円かかんの。はあ、マジか。バイクも最近止めるとこがないんであれですよね。あのバイクが売れてないっていうのはその辺止めとったらあの緑の人にあのやられてしまうという感じで、まあ、かといってその辺、まあ、むちゃくちゃ止めても迷惑なんですけどね。まあ難しいとこですけど、まあバイク乗りとしてはやっぱりもうちょっと止めるとこあの考えてほしいですけどね。車はあのコインパーキングあっちもこっちもあるんですけどね。あれってバイク止めたらダメですよね。やっぱりコインパーキング普通のとこって、まあ、多分あかんと思うんで、まあね困ったもんですよね。この辺みんなパーキング。お、これはあ教習所ね、オリックス。さてとそろそろですね。これ前が見にくい。どないや。これ高速乗ったらまずいからね。これまっすぐ行って。ここから阪神高速、これこっちちゃうんか。さーてそろそろです。どれや、これぐらいちゃうんか、これぐらいちゃうんか。まっすぐ行ったら海遊館ですね。海遊館も3年ぐらいは来てないんちゃうんかな。これかな、これかな。さて結構やっぱ信号多いからなかなかやで。どうどう、あ見えた見えた見えました。あれ見えます、これカメラ。この結構小さく映るかな、この毛邪魔やのあれ。これどっち車線でもええんやろか、でもいいの。あれです、これ登るやろか。結構急やな。これ前の径も行くんやろか。前の径、あでもミッションやから多分行くんでしょうね。登りも OK。 これあこっちやね。あ曲がりよる。これですね。さあどんな感じでっしゃろベタ踏みで行けるかな。久々やな。昔あの渡ったこの橋渡った横に馴染みのあの鉄工所があったんで、あのちょくちょく来てたんですけどね。あの潰れてしまってその鉄工所最近というかもうここも5年も6年もあのまあそれ潰れてから経つんで、まあ来ることがあんまないんですよね。これだったら海遊館。さあこれです。今ベタ踏み、ベタ踏みです。さあ行くぞ。おっとお行けるね、行けるね、行けるわ。ベタ踏み行けますね。おおおおおおお、これまあきついっちゃきついけど行ける。あすごいな、これ急激に上がってんな。すごいこの景色。はあ久々やね。あでもきついわやっぱり。あおおちょっとやっぱりきついけど行けんことはない。これ今日天気もええし、あれええんちゃう。ほんでイケアがあると、イケア1回か2回か来たかなと。
東京インテリア、最近なんかこれ IKEA の隣によう出来てるんですけどね、これ東京インテリアってなんか系列一緒なんでしょうかね。東京インテリア他どっかにもなんか横に出来とったような、ポートアイランドやったかな、確か横に出来てるんですよね。これまたごっついな。でも、インテ家具って書いてるな。東京インテリア家具、家具っしょ。 IKEA も基本家具ですもんね。これこれどうなん、お客さんかぶれへんのこれどうなんでしょう。な、言うてもそない家具そない毎月毎月買うようなもんちゃいますもんね。一回買ったらそら結構持ちますからね。どうなんでしょう。まあ IKEA なんかいろいろあって面白いですけどね。でこれもうまだずっと先行っての話やろうね。これ鶴町でずっと行ってこれか、これ大運橋っていうかな、これを渡ったらなんかこのナビで言うたら丸くなってるんでおそらくこれかなと思うんですね。中山製鋼所のとこですね。これ別に一般車両入ってもええんかな、まあ、一回行ってどんなもんか、うん、鶴町久々やね。この鶴町にその鉄工所があったんですけどね、これ曲がったとこぐらいやったんかな。まあまあなくなってしまったので、この辺の団地もそういうあれなんかな、関係者なんでしょうか。ずっと行って、前回前々回のあの千本松大橋はその逆から来てる感じですね。で、まだやね。この辺ほんまでもそういうまあ鉄工所とかそういうまあ鉄の加工してる工場とかが多いですもんね。これ久保田のマークついてるし、またこれもごっついの積んどるし、すんごいね。この辺来たらなんかこれ何、輪っか、なんやろ、何するもんやこれ。なんか変わったもん見れておもろいんですけどね。これなんやろ、全然わからん。何するもんなんやろな。へえ。これは？あ、これ久保田やんな。久保田やわ。大きい工場やな、やっぱり。こういう工場やったらすんごいしっかりとしてそうやけど、まあ規律がうるさいか知らんけど、もうちょっとですね。これほんまやな、ここ何回も通ってるけど右に曲がったことない。これやね、これ右曲がんのか、これは知らなんだ。渡るのをね。これスクラップとか？初めてやな。
何これ、なんか変なタンクみたいなの作ってんのやろうか、これうわすごいな、つか潰してんのかな、なんか知らんけど、骨組み、タンクの骨組み初めて見た。わこれメッサ鉄工所や、あの中山製鋼所やね、すげえな、へえすごいわ、でかいな、お大林なんか作ってるし、へえ、あ見えた、見えましたわ、ほんまや、あるループ橋あるわ、へえ、これは分からんわ、うん、ほんまや、このちゃんと看板もぐるってなってるし、へえ、テナント募集中、ロジポート、え、こんなとこ物流センターできんねや、はあ、面白いな。んでこれですね、あほんま大きいな、なんかスケールがでかい感じがする、へえなるほどね、お結構やっぱ急やね、おおおおおお結構 G が、おお、こっちの方があれなんかな、高いんやろうか、なんかなんていうの、ループの数が多いような気がする、え、こんなにあの前の行ったとこって回っとったかな、なんかやたら回るぞ、まだ行くかすげえなこれうわすげえわ、へえ、こっちの方が回ってるよね、おお、タワークレーン重くそなんかあるし、さっきのあれか、なんか商業施設のやつか、あーすんごいわ、こんな感じ、おお、んー、こっちの方が高いんかな、はあ、初めて渡った、なるほど、んー、あーすごいすごい、ほんでここはあれ片側だけなってるという感じみたいですね、あーこっち側はこのなだらかにこの降りていく感じ、へー、知らなんだなるほど、面白いな、こんな間近にこんなループ橋が2つあるとは知りませんでしたわ、うん、何にもあれなんかごっついの見えんな、あれ何やろうな、この辺全然わからんな、どの辺りに出んのかな、なんて書いてある、こっちが南港で北加賀屋、うんうん、これはちょっと待てちょっと待ってね、こっちや、こっち行って前の橋渡って帰ろう、こっちや、あいいね、あれぐらいのバイクがいいんですけどね、マニュアルのグロムとか、あの何だったっけ、あの川崎の、なんたらプロZ なんたら125の、あの辺いいっすけどね、これなんやろ、黄色グロム、これグロムやね、
れぐらいやったら小回り効いてちょこちょこ走るの楽しいと思うんですけどね。結構高いんですよね。30万とかしますもんね。ちょっと金がねえっすよ。これこのヤマトもめっちゃでかいな。ヤマト、あ、じゃあヤマトやね。ほんでこれ曲がってずっと行ってもいいのね。おそらく行けるわね。うん。そしたらもう一回、今日ももう一回千本松橋渡りますちょうど帰り方向なんで比べてみよう。さっき結構回ってましたもんね。これちょうど同時に比較したら分かりよいかなと。水素ステーション。あ、水素ステーション。わあ、なんかいっぱいあるな。あ、岩谷ね。うん。ゴルフセンター。これこっち優先よね。高谷ね、うん、環境局住之江工場、環境局って言いにくいな。環境局なんか知らん。環境局ね。はあ、なんか公的な機関なんかな。環境局か、言いにくいわ。ずっと道なりと。マルハンパチンコ屋なんかな。あ、そうやね。んで、あ、これは板金やらなんやら。この辺もそうや。工場とか多いもんね。うちの周り、あの豊中の空港の周辺も工場地帯なんですけどね。この辺もやっぱすごいですね。やっぱ港が近いんで、やっぱりまあ工場が発展してるんでしょうね。でこれずっと道なりやもんね。おしゃれな建物なんでしょう。あ、なんやこれ。あ、これがあれ か環境局ね。っていうあれかな、なんか処理場かな。環境局いうぐらいから処理場っぽいんかな。よっしゃ、もうちょっとです。あっと、危ねえ。これあ、これ左で行けるね。まっすぐでも行けるけど左で行けんのか。第一なにわ企業団地、この辺。そう、あ、出てんな。そういうあれやね、鉄工所とかの人用のそういう団地が集まってると。
へえ。なるほどね。それはそれででもあれでしょうね、通勤もまあ近いやろうし、まあ便利いいでしょうね。まあ多分店もちゃんとあると思いますし、そういうのもまあありなんですけどね。そうか、あ、これまっすぐ行ったらあかんのね。なるほど。工場勤務僕やったことないですけどね。まあ現場系なんであちこち行ってって感じなんで、まあ一つのところでその決まっていくっていう習慣ないんで、どっちがいいんでしょうね。まあ慣れの問題ですかね。でこれ、これだから1、2週か3、2週ぐらい、明らかにあれですもんね。さっきの方があれ、ループの数が多い、数が多いと、こっからでは厳しい、厳しい。この円のなんていうの、この大きさは、あ、こっちの方がちょっとあれかな、小回りというか、あの小さい感じなんかな。で回る数は先の方が多い感じ。これも上ですもんね。これが上と。高さどうでしょう、高さは。あ、こっちもやっぱ高いなどうやろう、どうでしょうね。まあ、こっちはで小さい分2つあるという感じですか。もう一回反対側もループしていると。こうしてみたらもうこの辺橋多いですもんね。あの辺橋だらけ。結構他にも面白い橋あるかもしれないですね。あれがハルカス、ハルカスよう見えるわ。あれ300何十メートルやったっけ。まだハルカス行ったことないですけどね。あんな上まで行ったらコアって絶対僕覗けないですね。高いとこ苦手なんで。あれですね、反対。なんか大きい、あれ何、配管というか、すんごいな。何に使うんやろ、あんなすごいわ。よっしゃー、さっきのが千本松大橋ですね。へー、面白いな。この辺橋巡りで結構楽しめるかもしれないですね。おっしゃ、今日は並早大橋渡って、もう一個、あれ名前あんのかなあの大きいループ橋渡って、でもう一回千本松大橋渡ってという感じで、まあお届けしましたって感じで、まあこんなとこですかね。さあ早帰らんと、早帰ってちょっと事務まとめんとダメなんですね。事務仕事もたまにはせんとね。まあ本当は僕事務の方なんですけどね、どっちか言うたら。まあかといってそんな事務ばっかりやっとっても、まあダメなんで、自分で作業をして、まああれこれしてるんですけどね。人雇ったらやっぱり1日ね、日当2、3万かかりますからね。
最近あの人件費ももう高くなってるんでって感じで、まあ自分で作業してます。この辺ってなんか面白いものないんかな。まあまあまたまたそれは次の機会にしときましょうか。はい、それじゃあまあまあそんなとこですね。じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。